ナーム2チの聖母マリア教会は、チェコ中央ボヘミア州クトナーホラの北東に位置する、ゴシック及びバロックゴシック様式の教会。ユネスコの世界遺産リストに、クトナーホラの聖、バルボラ教会のある、歴史地区とセドレツの聖母マリア大聖堂の一部として、登録されている。プシセミスル朝末期に建築された、この教会は、チェコのゴシック建築物のうち最も重要なものの、 一つである。また、最古のバロックゴシック様式の一例として重要視される。教会は、はじめ1300年頃に、フランスのゴシック様式の大聖堂を模して作られた、最初の教会として建設され、ボヘミア王国の中でも最も大きなゴシック建築の一つであった。この教会は、1142年に創設された、チェコにおいて最も古い修道院である。 死闘会のセドレツ大修道院の一部であった古い教会の場所に建てられた。この修道院はフス派によって百4 2 1年に焼き落とされ、それから2世紀の間、教会は廃墟のままであった。1700年、セドレツ大修道院の院長であったインジフスノペクは教会の再建を決定した。再建工事は建築家のパベル・イグナーツ・ッツバイエルによって指揮された。 三年後、ズブラスラフで、首都会のために働いていたヤン・ブラジェイ、サンティーニ・アイチェルを新たな建築家として迎えた。ヤンは、バロック・ゴシックと呼ばれる彼独自の様式で工事を完了した。この教会において、ヤンの最も印象的な作業は、立派なボールト・トマ・トゥーシュ、バーツラフ・イエッケルの彫刻によって装飾された教会の聖壁である。教会は1708年に性別された。 教会は18世紀初頭にも改築されたが、東側礼拝堂、聖火体積、ソデのーの元々の外観は保存されるものであった。ABC コタレック、ジリ、アーキテクトゥーラバークニー。プラハ、スプラバプロススクホラデュエーダダ、SP169、ISBN8086161382AB、セルナ、マリエ、ゼメイコリニーチェスケイ。 ゴティカアーキテクトゥーラ、プラハ、IDEASERVIS-P60、ISBN8085970465。ありがとうございます。